やっぽー、みぽたぽたでーす。今日はパジャマルックブック。158cm、46kg、多分骨格ストレート女子でーす。私はお家大好き、パジャマ大好き、寝るの大好きな人間ということで、お家での姿を見てもらいたいと思いまーす。1パジャマ目、ジェラートピケのセットアップ。可愛いラベンダーのカラーでサテン生地になってるやつです。こちらファンの方からのプレゼントです。普段ね、あんまりサテン生地のパジャマは着ない方なんですけど、何も着てないんじゃないかってぐらい軽くって、みぽたぽた大愛用中。あ、この今履いているモコモコソックスもジェラピケで、これもファンの方からのプレゼントです。ありがとう。ジェラピケの靴下最高にあったかいから、冬毎日履く予定です。2パジャマ目、犬セットアップ。これはお母さんからのプレゼントです。みぽママはですね、お誕生日に可愛いパジャマをねくれるんですよ。みぽ白犬のグッズを集める癖があるんですけど、お母さんも白犬グッズが大好きで、だからもう趣味が合うんよ。ゆるーっとした七分袖と長ズボンで、着心地が100億点満点。ラブリーとかゆるく書いてるのが逆にね、おしゃれすぎない感じで気に入ってます。あと全体的に水色やけど、ズボンのリボンが黄色のとこが可愛くて、このパジャマに出会ってから黄色と水色の組み合わせが可愛いことに気づいた。3パジャマ目、ジェラートピケの雲柄のワンピース。めちゃパステルブルーの薄手モコモコ系です。この雲シリーズ、上下セットもお家にあって、めっちゃお気に入りのラインナップ。1枚でさらっと着れるから、疲労困憊の日はもう HP 的に上下着てらんないので、お風呂入ってこのワンピをポンって着て、バタってベッドへダイブコースですね。ワンピ系は一つは持っておくべきやと思いました。ブルーが果てしなくパステルやから、雲がさりげない感じなのがまた可愛い。このさ、この寝てるイルカとペアルックです。このイルカはネイリストさんからもらったジェラピケのイルカ。ジェラピケのぬいぐるみ可愛すぎる。4パジャマ目、夜編みみぽたぽた T シャツに柄ハーフパンツ。こちらはだるぎ気分の日のみっぽ、私のアイドルの方の2周年グッズの T シャツです。このイラストやばいよな、可愛すぎるんよね。みぽの T シャツは生誕祭の T シャツと、この T シャツが大のお気に入りです。ハーフパンツはファンの方からのプレゼントです。黒色に濃い青でお化けのイラストとかが載ってるねんけど、少年っぽさがまたいいねんな、まあ、ふわふわしたい日もあれば、だるぎでいたい日もあればって感じ。5パジャマ目、ビションフリーゼのセットアップ。この名の通り、ラベンダーのビションフリーゼ柄のセットアップです。ファンの方からいただきました。このパジャマメッシュっぽくなってて、通気性が素敵。あとラベンダーの中に水色のポイントが入ってるのも可愛くて、何よりビションちゃんがおかわすぎる。基本パジャマはゆるいのばっかやけど、これはジャストサイズって感じで、急にモチベ上がった時の筋トレとかにもめちゃめちゃいい。何も気にならん。でも最近ほんまに白い犬の需要が無限になってきて、結構グッズに多いからありがたい。
めっちゃありがたい気持ちでいっぱいです。6パジャマ目、ジェラートピケのカーディガン。パステルブルーで薄手のモコモコ長袖です。こちらもファンの子から。ふわふわすぎてめっちゃ気持ちいいから、逆にほんまに肌の上から着るのが幸せな気持ちで寝れるし、快眠できてる感がいつもすごいなって思います。でもジェラピケの素材ってほんまに人を幸せにしてくれる。ありがとう。はぁ、Thank you。寒くなってきたら分厚いパジャマの下とかに着ようかなって思ってます。ということで、以上私のパジャマお部屋着お部屋コーデルックブックでした。はい、寝ておりますがいかがでしたでしょうか。よかったらみんな、なんかワンピース持っておいた方がいいやとか、なんかどっか参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。それではまたねー。